ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。オージャパニーズサムライ、そうクール。なんだどうした霊夢、さっきから YouTube で何見てるんだ？いやー、サムライってかっこいいわねー。映画村のサムライショー、痺れるわー。無口で硬派、ストイック西君に仕え強靭な精神を持ちそれでいて心優しいサムライたち。私、決めたわ、サムライと結婚する。魔理沙反応薄すぎない？もうちょっと興味持ってくれる？霊夢は侍の何を知ってるって言うんだ。何って。よし、今回は侍について解説しよう。江戸時代の侍の日常だ。わーい、ありがとう私のために。ただ、霊夢、侍のイメージは崩れると思うぜ。それでもいいかな？え？それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。侍の日常。恋愛、結婚。霊夢、侍と結婚するって言ったよな。うん。硬派でギリがたい侍だもん。愛情深く大切にしてくれそうよね。へーって何よ。っていうかイメージが崩れるって何？怖いんだけど。江戸時代の結婚、特に侍の結婚はかなり特殊なんだ。特殊？超豪華な結婚式を挙げるとか？ワクワク。上司からいい娘がおるぞ。結婚しろと言われて二つ返事で結婚を決めてたんだぜ。相手の顔も見ないでな。何それ？大名クラスの上級侍の話だけどな。上級侍？じゃあ、その上司ってことは将軍とか？将軍が縁談のお世話ばっかしてたら大変だな。まあ、身分の高い人だな。偉い人に言われてはいはいって従っちゃうのか。舌打ちするなよ。今じゃ考えられないが当時はそんな時代だったんだ。そっか、上級武士はいろいろと気を使うわね。じゃあ下級武士はどうだったの？ちゃんと恋愛して結婚してたのよね。下級武士の結婚は親が決めてたぜ。親か。やっぱり自分では選べないのね。適齢期の子供がいる家は他の家庭のリサーチが欠かせないわね。ああ、格が同じくらいの家に適齢期の娘がいれば、うちの息子と結婚、決定、ってなるわけだ。考えられない。好きな相手じゃないどころか顔も見たことない人と結婚しなきゃならなかったなんて。結婚式で初めて相手の顔を見て、無理ってなったらどうすんのよ。結婚してても顔知らないってこともあったぜ。どういうことよ。侍の結婚は許可制で、夫となる男性の家、妻となる女性の家それぞれから申し出をし、藩の許可が得られれば結婚成立となった。つまり式を挙げてなくても、会ったことがなくても結婚はできたってこと？ああ、結婚したんだけど夫はどんな顔してるんだろう？なんてこともあったわけだな。やだやだそんな始まりで相手とやっていける自信ないわ。それでも愛情深く添い遂げていた侍、尊敬しちゃう。誰が愛情深く添い遂げたなんて言った？え？当時の夫婦間には愛情なんてないのが当たり前だ。結婚と恋愛は全く別物っていうのが常識だった。結婚しながら他で恋愛するの？それって不倫じゃん。江戸時代の不倫は死罪じゃなかったっけ？男女間ならな。それは、まさか。異性だと色々と面倒くさいけど、同性同士で愛し合うのはお咎めなしってこと？ああ、いわゆる主導だな。主導、武士の間で行われてた男色、つまり男性同士の性愛関係よね。日本は世界から見ても古くから、ある種独特の男色文化を築いていたと言われてるぜ。なら、平安時代には僧侶の間での主導が盛んに行われていた。寺院では女人禁制だもんね。室町時代には武家でも行われるようになり、戦国時代にかけて盛んになった。戦地に女性は連れていけないもんね。江戸時代には庶民にも広まっていったそうだ。徳川三代将軍の家光はそばに仕えていた堀田正盛といい仲だったと言われているぜ。堀田正盛は異例の速さで昇進し、26歳で老中となりその50万石を有する城主となった。エコひいき。まあ、そう考えるのが自然だな。当時は出世の手段として用いられてたとも言える。織田信長には前田利家や森蘭丸、武田信玄には高坂正信。男色を好む主君に自らを捧げ出世したと言われる人物は結構いるんだぜ。異性間での自由恋愛が認められていれば主導もそこまで流行らなかったかも。どうだろうな。知らない人と結婚して愛情も持てないなんて寂しいわ。まあ、今では考えられない世界ではあるよな。侍との結婚、考え直すわ。長男以外の侍たち。霊夢、侍と結婚するなら長男がいい？それとも次男？侍との結婚を考え直すって言ったばかりの私にどういう意図があってその質問するのよ。いや、かなり重要なことなんだ。江戸時代では長男はかなり大切にされていた。家の格によって出世できるかどうかも決まってくるからその家の代表である長男は非常に重要だったんだ。でも、男の子が生まれればいいけれどそういう家ばかりじゃないわよね。
まあな、そういう場合は他から養子をもらってきたりしていたぜ。男の子が生まれたら万々歳だね。当時の女性のプレッシャーを考えると切ないけれど、女の子だとあからさまにがっかりされそうだよな。男の子たくさん産んだら親戚中大喜びね。いや、あくまでも大切にされるのは長男だけだ。え？そうなの？次男は？三男は？長男の代用品だな。長男が家督を継げば完全に用済みだ。養子に出されるのは用済みになった次男や三男ってこと？そうそう。ひどい。養子の口があればいいけれど、なければ厄介者扱いされながら家にいるしかない。居候扱いなの？14男として生まれた稲尾助は32歳まで居候だったらしい。14男ってとこにまずびっくりよ。誰もまさか直助が後継ぎになるとは思ってなかっただろうな。兄もその養子もなくなったため直助に順番が回ってきて藩主となったんだ。へえ、それにしても32まで何してたのかしら。暇だったんじゃない？次男以降の男子はとりあえず武芸に励み、藩内の学問所や私塾に通って見識を広めてたというぜ。将来的に武芸や学問を極め道場や寺小屋などの塾を開くっていう人も多かったんだ。なるほど、とりあえず真面目に頑張っておけば道は開けるかもしれないもんね。ああ、いいところに婿入りできたりくらいの高い侍に雇ってもらえたりとかな。農業することも許されていたらしいから自給自足で生活していた人もいたというぜ。でも道を踏み外しちゃう人もいたんじゃない？そうだな、ヤクザの用心棒など悪事に走る次男三男もいたらしい。まあ、家を一身に背負った長男もまた大変そうだけどね。位の高い家に生まれた長男は特にな。熾烈な出世争いの中に放り込まれるんだもんね。同じように格の高い家の侍たちと出世をめぐって争うわけだ。しかも単純に能力が高ければ出世できるって話でもなかったようなんだ。どういうこと？どれだけ上役に気に入られるかってことが重要だったというぜ。ごますりが大事になってくるわけね。さっき話した出世の手段、覚えてるか？は、もしかして。そう、主導の話につながるわけだ。なりふり構わず出世の道を目指さなきゃならない長男ちょっと同情しちゃうわ。侍の刀と甲冑。霊夢、侍といえばなんだ？ここに来てその質問。そうねえ、侍といえばあのかっこいい刀さばきね。時代劇でもって戦ってるでしょ。出陣に備えて日々鍛錬に励んでたのよね。でも江戸時代だぞ。よく考えてみろ。1637年の島原の乱以降は200年以上大きな戦は起こっていない。200年以上？あのかっこいい甲冑も切れ味のいい刀も全く出番がないじゃないの。侍のアイデンティティどこ行った？その頃はもう武器っていうよりファッションの一部だな。実戦で使うこともなくなったことで装飾性の強い刀が流行し始めた。素早さやを自分流にカスタムして見せびらかしてたらしいぜ。硬派な侍にはそんなことしてほしくなかったわ。イメージ崩れちゃった？戦には必須の防具、甲冑は？強そうでかっこいいよね。着方がわからない侍が増えたらしい。甲冑を着るような合戦がないんだからそりゃそうなるよな。江戸時代後期には初めての甲冑的な指南書も書かれたそうだぜ。今時の若いもんは甲冑も着れんのかと心配されたのね。甲冑初心者にもわかるように文章とともに図解で丁寧に着方が書かれている。平和なのはいいことだけど甲冑着るのに説明書見る侍はイメージダウンだわ。でも武芸には励んでたのよね。侍たるもの強くなくっちゃ。そうだな、特に次男三男は必死だっただろう。そっか、剣の達人ですって言えばいいところに養子に行けるかもしれないもんね。師範になって道場も開けるしな。純粋に強くなりたいっていう動機じゃないのがちょっと残念。勝手に理想を押し付けるんじゃない。侍だって生活するのに必死だぜ。まあ、現実はそうよね。私たちと変わらない人間だもん。江戸には単身赴任のサラリーマン的な侍もたくさんいたしな。単身赴任？最後は侍のお仕事事情について解説しよう。侍たちのお仕事。平和な時代で刀はファッションだし、甲冑も着れないような侍たちは、一体どんなお仕事をしてたのかしら。地方から江戸に単身赴任している侍は勤番侍と呼ばれていたぜ。これが下級武士たちにとっては結構美味しい仕事だったようだ。単身赴任なんて寂しいし、生活費かかっちゃうし大変じゃん。でも勤務時間は午前中たったの2時間だけ。短っ。半年間で仕事をしたのは47日だったとある下級武士が書き残してるぜ。のんびりしすぎでしょ。めっちゃ暇じゃん。江戸で遊びまくれるじゃん。いや、外出するには許可が必要だったし回数も上限があったらしいぜ。ただ、戦闘に行くのは許可が下りるのも簡単で回数の上限もなかったから。勤番侍たちはよく集まって休憩所でおしゃべりしたり囲碁や将棋を楽しんでいたんだ。いいなぁ、それ、楽しそう。
幕末近くになるとその制限も緩くなり、金盤侍たちは名所巡りや食べ歩きを楽しんでいたらしいぜ。完全に観光客、仕事しに来てるのに。でもまあ暇はあれど金はない状態だったらしいがな。お給料はもらってたんでしょ？金盤侍たちは1年間の単身赴任で上からまず予算を渡されてる。最初に一括でくれるんだ。支度金みたいなもの？ああ、班によって違うけれど大体7両くらいだったっていう記録がある。1両大体10万として約70万だな。節約してその予算を残せばそれは自分の懐へ入る。え、返さなくていいの？ああ、余れば自分の好きに使ってよかったらしいぜ。なんとか節約しようと頑張るタイプと散財するタイプと2つに分かれそうね。とにかく侍がそんなのんびりした暮らししてるとは思わなかった。命を懸けて主君のために戦う、そんな侍しかイメージしてなかったか。もちろんそんな時代もあっただろうがな。崇高で特別な存在だと思って憧れてたけど、よく考えたら普通の人間だもんね。出世のためにごますったり、将来を考えて勉学に励んだり、単身赴任で羽伸ばしたり、なんだか愛おしくなってきたわ。戦のなかった平和な江戸時代にタイムスリップしたくなってきちゃった。そうすれば夢だった侍との結婚もできるじゃないか。それは遠慮するわ。愛がない結婚生活は勘弁。現代だって愛がある結婚生活ばかりじゃないだろうよ。元も子もないこと言わないで。思い当たる視聴者さんはぜひコメントください。やめて、みんなの結婚生活は愛に溢れてるはず。ということで今回の動画は以上。江戸時代の侍の日常について面白かったよって方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。いつも皆さんの応援が励みになってます。最後までご視聴ありがとうございました。